ありがとうございます。次は4年前にいただいた後の進捗状況です、ね。はい、で、網膜ですけれども、網膜失常費と視細胞というのを私たちは受けております。で、前回来ていただいた2013年の1月なんですけれども、これはその当時どういうことが起こってたかも、これだけ倫理委員会を全部通してですね、大変なさなかだったんですけれども、ですからまだ臨床の前でした。で、1例目の方は皮膚から iPS を作って網膜の色素増殖を作って、シートを移植するという治療でしたけれども、無事ここにいます国本が手術、はい、これは本当手術治療なので、手術の腕っていうのがかなりもう無事成功しました。で、私たちは網膜の裏側にある悪いものを取り去って、そこに色素上位のシートを移植するというような治療を行いました。で、これは自分の細胞でしたので、細かい作業ですけども、拒絶反応全くなしに、普通は免疫抑制剤というきついお薬を飲むんですが、これは全くそういうことなしに、きちんと茶色いここにあるシートなんですけれども、このシートがまだもう3年近くなってきておりますけれども、きちんと働いているということで、これはもう世界中で驚きを持って迎えられました。で、視力はまだ上がる状況になるまではまだ手術後の改良とかかかりますけれども、それまで悪くなっていたもの、そして、治療が必要だったものが、ここの手術でもう完全に治療いらなくなって落ち着いたということで、患者さんは非常に喜んでおられます。もう眼球注射しなくてもいい。はい、もう全く、満足度っていうのもドンと上がりまして、そのまま今も非常に満足してくださっている状況です。で、これはニューイングランドジャーナルといいます、臨床で、非常に日本人なかなか出せないジャーナルなんですけども、そこに載りまして、で、同じ号にアメリカでひどいことになったがんか同じ病気の治療も載っておりまして、このニューイングランドジャーナルのこの号で、両極端という取り上げになり方をしました。日本はきちんとやってるっていうふうに取り上げていただきました。これは世界でも話題になったことであります。で、今はそれを踏まえまして、次回移植もいいんですけれども、先ほど江藤先生が紹介していただいた他人であっても、その白血球の型を合わせますと免疫拒絶がないという、そちらを使って他回移植をやっております。で、サイラと緊密にコラボレーションしまして、サイラで細胞を作ってもらう、そして、シートとともに今回は懸託液というのを移植するという、こういうもうタッグを作りまして、日本で、チームを作って、1例目ですね、をしまして、これもやはり、ですから拒絶反応のない他人の細胞の移植ということで、非常に話題になりまして、ネイチャーで取り上げ、1例やったということを取り上げていただいております。で、この素早い世界で、次々こういうふうに最初のことができますのは、以前もちょっとお話ししました、この法律ですね、日本の法律が素晴らしい再生医療用の法律ができておりまして、普通は企業がやる薬事法でやるんですが、これですと、時間もかかるし、お金も。で、臨床研究という仕組みを使いまして、我々始めました。で、1例やっただけでもう、ここが悪いや、こうしたいっていうのがたくさん出てきまして、それでどんどん変えていけるんですね。で、それで、こちらにもう速やかに移るというのも、企業、スタートアップを、ベンチャーを作りましてやっておりますので、この組み合わせがもう世界にはない仕組みであるというふうに思います。それとともにですね、再生医療で新しい産学連携も生まれていまして、今 iPS 作る、細胞作る、そして出荷加工っていうところを、我々がアカデミアが中心になって、企業にお願いしていろんなものを作っていただく。で、普通ですと企業こんな6社が集まってやってなかなかこう組むの難しいんですが、アカデミアが真ん中にいることで非常に快く、すぐに作って必要なものをすぐに作ってくれて、お互いがコラボするっていう非常にいいモデルができていると思います。これもう1年で全部パッとできてくるんですけど、はい、でたくさんの企業ともう10社ぐらいと私たち中心になってやっています。
でまたもう一つ次のチャレンジとしては視細胞、今度は光を受け取る細胞が亡くなった方にそれを移植するというもっとチャレンジングなことですが、こういうのはこのセンターの基礎研究何十年もの積み重ねでこういうふうになってきておりまして、網膜を作ることができておりまして、そこで、それを使わせてもらって最後の部分を我々がやっているということになります。で、視細胞の移植ができた、これももう世界で初めてのことでありまして、移植した細胞がきちんとつながって赤い点々がつながっているところですが、ちゃんと光をまた見れるようになるというところまで、で動物で言っていますので、あと 1、2年で、もう 1年ぐらいで、臨床に行くということになります。で先ほど産学連携が新しくなったと言いましたけども、再生医療から見ますと医療もちょっと変えていかないといけないということがあって、今建設中のアイセンター構想というのを神戸市の全面的な協力でやらせていただきます。で特に医療と福祉が今離れてしまっているところがありますので、ワンストップでできるという患者さんに再生医療だけでなくてその後のケアまで包括的にするというそういう、ルールとかそういうパッケージというのを世界に発信して、こういうふうにすると再生医療がうまくいきますよっていうのを、見せていきたいというふうに思っておりまして、こういう社会活動を始めておりますが、はい、総合的に非常に発展しております。4年間でこれくらいですか。であとちょっとこれが前回、昔の実験で iPS 細胞なんですけれども、マウスの細胞が必要だったんです、以前は。で、後ほどまた4年間の進歩というのをお見せしますけれども、今はこの周りのマウスの細胞を使わなくていいという感じですけれども、これも日本の技術でかなり進んでいます。で、これが先ほどの透明な細胞から、あれをそのまま、こういう黒い細胞に、全く違う細胞に、網膜の細胞になってしまうと、ということで、高橋先生、カメラの方をご覧ください。これを撮っていただきますと、これが実際に患者さんに移植したシートになります。すごい細かい手術ですね、これ。で、顕微鏡で見ながら手術です。目の中に、目の中に細い器具を入れて、そういう手術もやはり日本人の技術がかなり上手です。で、先ほどの iPS 細胞、さっきはここら辺にいろんないらない細胞が入ってたんですけども、今はもう技術を確保し、もう年々すごい発展で、他の細胞がなく iPS だけという技術、これも日本の技術であります。で、これは今では何例ぐらい？ですので、まだ2例。2例か。でも今、高尾職にありましたので、順調にどんどん患者さんを取り入れていまして、もうここ 1、2年でまたどんどん次のステップに取っているんですけど、一度化石がつきますと、最初は大変ですけども、化石がつきますと、どんどん進んでいくということになりますので。で、その時これは、視細胞という神経の難しい方ですが、これが立体の網膜を使っています。網膜の総構造でありますが、これが網膜なんです、これが網膜なの、これが網膜、この白い粒子ちっちゃい、はい、一つ一つもう網膜で光を受け取って反応するんです。この中で光を受け取って次の神経にもつながっている。この技術はもうここで、これも世界を驚かせた技術です。2011年頃です。で、これをもう製品化をするようになっておりまして、シートはですので、これ輸送とかちょっと難しいですが、今度はね、検索液、
茶色いのがあります、はい、これは細胞がもう取っていただくとバラバラになって、はい、バラバラの細胞なんですね。でこういう、まあ、出荷状態にしてパッケージにしてあの全国に送れる体制を今輸送技術でもできまして、うん、でたくさんの病院でできるように速やかにしていく。あ、そうですか。これもあの速やかにできるっていうのは本当にあの、法律の整備によってできる、うんうん、そうなりますと飛躍的に症例が増えていくってことですか。はい、そうですね。患者さんは ものすごくたくさんいらっしゃいますので、うん、いかに早く届けるか、うん、あの安全な治療をいかに早く届けるかでこの法律の状況が非常にこの、ね、海外でも宣伝しております。こういうやり方になったらいいんだよ、うん、日本の法律が一番進んでるんです、うん、これは富岡君がね、面白くなってきて10年間で1100億円というのはなく法律の整備が多いですね。規制緩和ですね。規制緩和ね。今本当に産学官学がそういうふうに行きたいとなって同じ方向に向いてますので非常にスピードが速いですね。研究用の研究が当たる当然違うもん。これが落ち着いているんですけども、大量に細胞が、これが網膜の質量。細胞の塊ですので、あんまりよくわかりませんけれども。でも本当に基礎研究を自由に発想した基礎研究の中から、私たちがこれは使えるというふうに引き出すというところが、このセンターの特徴です。理研精神ですね。そうですね、はい。優れた基礎研究がないと絶対いいですけれども、やっぱり、今日は本当に安倍総理ごとご一緒のところご出席いただきましてありがとうございました。大変感謝しております。本日は教育大学の裁判 IP 裁判研究所の方から所長が県政に来ていただきまして江藤所長から再生医療創薬治療に気を使えるという話を先ほど伺いました。またただいま高橋正代リーダーのもとでやっている実験をご指摘いただいて本当にありがとうございました。これからも将来して総理はですね4年前にこのセンターご視察いただきました。それから4年間政府を挙げてiPS を使った再生医療を応援しておりました。本当にありがとうございました。先ほどご視察いただいたように高橋正代リーダーから話しておりまして長崎の進歩をお伺いさまでありがとうございます。当時は臨床研究に向けた、基礎研究の感じだったんですが今ご説明させていただきましたように栗本先生が医師によってですね患者に移植ができるというところまでやってまいりました。これもひとえに皆様方先ほど渡海先生から話がありましたように厚生も含めた政府を挙げてのご支援の賜物だろうと思います。また3月には高井職先ほど高橋先生から話がありましたように高井職もこれからいよいよ実用を可能にすると思います。今日のご視察を終えて、総理のご感想をしてください。はい。4年前に、視察をしている官房長官時代を、踏みますと、今回3回目になるわけですが、4年前にですね、この iPS 細胞についての研究を拝見させていただきました。その時に、先ほどもご紹介いただいたんですが、10年間で1100億円。というお役に立つことを知りたいと思っておりますが、そしてこの間、法改正も行って、お客様の方に行っていたわけでございますが、ちょうど4年前には、高橋先生、これからいよいよ、この実際に iPS 細胞を使ってですね、手術をされるという挑戦だったというふうに思いますが、結果もあるですね、大きな成果を割り合えたと思っています。今、それから飛躍的にこの症例が増えているという話を伺いました。目に障害がある方にとってですね、これは大変な、
希望の光ということになっていくんだろうと思いますし、あのまた単にですね、今日話を伺いまして、パーキンソン病も含め、まあ、さまざまな今まで治療が困難であったですね、難病等の PS 細胞を使った再生医療を生かしていくことができまして、再び大変嬉しく思ったことを出てあります。まあ、それからもですね、事件があった iPS 細胞を研究所に向けて関係機関がぜひ連携をしてですね、世界をリードしていただきたいと思います。またこの今日ご説明をしていて、まあ、iPS 細胞を使った活用してですね、再生医療だけではなくて創薬にも当たるという活用を大変心強く思った次第でございますが、再生医療と創薬の日本版したでですね、さまざまな病に苦しむ人たちにですね、まあ、人生を取り戻す作業を立ち上げますし、実際にですね、放射線を入れていただくと期待をしておりますが、政府としてもしっかりと支援していきたいと思います。今後もどうぞ皆様方のお待ちでお願いいたします。